キラトの死闘の後、カガリに命を救われたアスランはザフト本国へと帰還した。そこで彼は婚約者のラクスが新型モビルスーツの強奪を手引きしたことで指名手配されていることを知る。直接ラクスに会って事情を聞こうとしたアスランは彼女にキラの無事を知らされ、逆に自身の戦う訳を問われる。何のために戦うのか答えを出せぬまま、アスランはフリーダム奪還の使命を受け、同じ新型機ジャスティスで地球へと向かう。その頃、サイクロプスの攻撃から辛くも逃れることができたマリュたちは生きていたキラとの再会を果たしていた。ザフトにいたのか。そうですけど、僕はザフトではありません。そしてもう地球軍でもないです。わかったわ。とりあえず話をしましょう。あの機体はどうすればいいの？整備や補給のことをおっしゃっているのであれば、今のところは不要でしょう。あれにはニュートロンジャマーキャンセラーが搭載されています。ニュートロンジャマーキャンセラー？じゃあ核で動いてるってこと？データを取りたいとおっしゃるのならお断りして僕はここを離れます。奪おうとされるのなら敵対しても守ります。キラ君、あれを託された僕の責任です。わかりました。機体には一切手を触れないことを約束します。ありがとうございます。それでアークエンジェル、マリオさんたちはこれからどうするんですか？どうって命令なく戦列を離れた本艦は敵前逃亡艦ということになるんでしょうね。本部はザフトの攻撃目標がアラスカだってことを知ってたんだろうさ。それもかなり以前から。でなきゃ地下にサイクロプスなんて仕掛けできるわけがない。私たちには何も知らされなかったわ。プラントも同じだ。なんだか何のために戦っているかわからなくなってくるわ。こんなことを終わらせるには何と戦わなくちゃいけないとマリウさんは思いますか？僕たち、僕はそれと戦わなくちゃいけないんだと思います。自分が連合にもザフトにも属さないと話すキラ、そして同じく敵前逃亡をしたアークエンジェルも連合へ戻ることはできず、唯一受け入れてくれる可能性のある中立国オーブへ向かう。一方、サイクロプスの発動によってアラスカ攻撃に投入した戦力の 80% を失ったザフト軍であったが、連合側に唯一残されたマスドライバーを破壊するために残存兵力を結集してパナマへの攻撃を開始する。連合軍は量産に成功したばかりのモビルスーツ隊を出撃させて応戦するが、ザフト軍のグングニールによってマスドライバーは破壊されてしまった。手持ちのマスドライバーを全て失った連合軍は、中立国であるオーブの所持しているマスドライバーを接収しようとオーブ政府に圧力をかける。オーブの立場は地球側かそれともプラント側なのか、理不尽な選択を強いる連合政府にオーブの指導者アスハ前代表は連合への協力を拒否し、あくまでも中立の立場を貫くことを宣言した。オーブの態度を敵対行為とみなした連合軍は最後通牒を突きつけ、攻撃部隊をオーブへ派遣する。オーブにたどり着いて補給を受けていたアークエンジェルのクルーたちも新たに鳴り響く戦いの鐘の中で決断を迫られていた。まもなく連合軍のオーブ攻撃が始まります。我々もまた
道を選ばねばなりません。オーブを守るべくこれと戦うべきなのか、そうではないのか、我々は自身で判断せねばならないのです。アークエンジェルに残る者はオーブ軍に加わって敵の迎撃に当たることになります。連合軍は配備されたばかりのモビルスーツ隊が中心です。手ごわいとは思うけど、フリーダムを中心に防衛線を形成し、これを撃退します。連合との戦闘を望まぬ者はオーブ政府の指示に従って避難してください。私のような頼りない艦長にここまでついてきてくれてありがとう。尋問、いそう。この船、また戦闘に出るの。オーブに地球軍が攻めてくるから。え、だからあんたもういいって、釈放。ちょっと待てよ。おい、どういうことだよ、それは。地球軍が攻撃してくるから、アークエンジェルは戦うの。それに、あんた乗っけといたってしょうがないじゃない。だから降りて。いや、だからなんでお前らが地球軍と戦うの。オーブが地球軍に味方しないからよ。攻撃が始まったら大混乱よ。悪いけど、あとは自分で何とかしてね。お前も戦うのかよ。私はアークエンジェルの CIC 担当よ。それにオーブは私の国なんだから。要求は不当なものであり、従うことはできない。オーブ連合首長国は今後も中立を貫く意思に変わりはない。いや、さすがアスア前代表、期待を裏切らない人ですね。本当のところ、要求飲まれちゃったらどうしようかなって思っていたんですよ。あれのテストをぜひとも最後まで頑張り通していただきたいものですがね。時間です。オブ軍、戦闘開始しました。アークエンジェル、発進します。キラヤマト、フリーダム、行きます。発進、どうぞ。ムーラフラガー、ストライク、出るぞ。マスター、とっととそっから下がれよ、アークエンジェル。あいつ、なんで。ああ、君たち、マスドライバーとモルゲンレーテの工場は壊してはいけません。分かってるね。みんな殺していいんでしょ。ですね。うっせえよお前ら。新型か。上がる。いやー、瞬殺。
うつもりだ。ダフトがこの戦闘に介入するのか。軍からはこの戦闘に対して何の命令も受けていない。この介入は俺個人の意思だ。アスラン、邪魔なんだよ。消えろ。この動き、今までの連合のパイロットじゃない。
ニキ、でも迷ってる暇はない。あんた、結構やるじゃん。やめてくれ、僕は誰も殺したくない。そちらの動きは予測済みだ。見つけたぜ、強いやつ。やめてくれ、僕は誰も殺したくない。こいつら、数だけいたって。
臆病者にはちょうどいい距離ってわけね。何必死にやってんだ。ふっ、そんなもの。伊達に生き延びてきたわけじゃないぜ。てんべニキ、でも迷ってる暇はない。悪あがきはよしな。やめてくれ、僕は誰も殺したくない。ニコニコ笑って戦争なんてできないさ。見つけたぜ強いやつ。無駄って分かったろ、引け。落ちなよ。ねえ、しつこい。邪魔すんなよ。
喰らいやがれ。母艦がやられちゃ意味ないだろうが。損害警備、航行に支障はありません。反撃、急いで。おい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 、好き勝手やってるんじゃないわよ。しくしょお前ら、うるせえよ。覚えてろ。あなたたちはそんなに戦争がしたいの？お前、砲撃手、頼むわよ。砲撃開始。
伊達に生き延びてきたわけじゃないぜ。僕はね、瞬殺だ。さて、スコア更新といきますか。不可能を可能にする男かな、俺は。これ以上、誰も傷つけさせはしない。
やめやめ、ちょっと休憩ってことですよ、艦長さん。一時撤退です。全軍撤退。なんだと？オーブの底力、思っていた以上のものだ。信号弾撃て、一時撤退。援護は感謝する。だが、その真意を改めて確認したい。俺はその機体、フリーダムの奪還、あるいは破壊という命令を本国から受けている。だが今、俺はお前とその友軍に敵対する意思はない。アスラン。話がしたい、お前と。